皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の理科3分チェック。この3分チェックという動画は、まず学習に必要な言葉を覚えて、後半でその言葉を覚えているか穴埋め問題でチェックすると、そういう形になっている動画です。今回は単細胞生物と多細胞生物について5つの言葉を覚えていきます。では始めます。1、体が一つの細胞でできている生物、これを単細胞生物、こう言います。2、人間のように体が多数の細胞でできている生物、これを多細胞生物、このように言います。3、この多細胞生物の動物や植物、これは形や働きが同じ細胞、これが集まって組織、これを作ります。4番、いくつかの組織、これが集まって器官、これを作ります。器官というのは心臓とか腸とか肺とか脳とか、そういう部分ですね。これを器官と言います。5番、さらにいくつかの器官、これが集まって一つの個体、一つの生物、これを作っています。今回覚える5つの言葉、単細胞生物、多細胞生物、組織、器官、個体、この5つです。もう一度まとめておくと、細胞が1つからできている生き物、これを単細胞生物、たくさんの細胞からできている生物、これを多細胞生物で、多細胞生物は、働きとか形が同じ細胞が集まって組織を作る、そしてさらに組織が集まって器官を作る、いくつかの器官が集まって一つの個体、一つの生き物、これを作っているということです。これについては教科書や問題集なので、絵とか写真、これを使って詳しく載っているので、その部分で確認してください。ではチェックに移ります。では穴埋め問題をやってみましょう。皆さんはできたら私と一緒に答えの部分を言ってみてください。1、体が一つの細胞からできている生物、これを単細胞生物と言いました。人間のように体が多数の細胞からできている生物、これを多細胞生物と言いました。多細胞生物の動物や植物は、形や働きが同じ細胞が集まって組織を作り、いくつかの組織が集まって器官を作っています。さらにいくつかの器官が集まって一つの個体、生物を作っているんですね。もう一度いきましょう。体が一つの細胞からできている生物、これを単細胞生物と言いました。人間のように体が多数の細胞からできている生物、これを多細胞生物、こう言いました。多細胞生物の動物や植物は、形や働きが同じ細胞が集まって組織を作り、いくつかの組織が集まって器官を作ります。さらにいくつかの器官が集まって一つの個体を作っているということです。さあ皆さん、覚えられましたか？今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。